立山の歌は、昭和時代前期の日本で、富山県において愛称されていた楽曲である。立山のお歌もしくは略して、立山のや、お歌とも呼ばれる。立山三山、昭和天皇が、皇太子時代の1924年11月3日、富山県を行計した際に、西都並群にする議長にあった小野地所から立山を、 眺めた、際の印象を読まれた和歌が、翌1925年の歌会しの直題、三色連天」に基づいて披露された。当時の県民は、皇太子がこの和歌を読んだことに、痛く感激し、天皇が即位した翌1927年には、東京音楽学校教授の岡野定一に依頼して、曲をつけるとともに、立山の頂上直下三の越の巨岩にこの和歌を、 刻んで歌否とする計画を立てた。南光寺の末に完成した歌否の除幕式は5月12日に行われ、県内務部長が白上有結知事の祝辞代読に続けて参会者全員でお歌を清唱した。富山市役所ではお歌を印刷して市内の学校に配布し、式典に際してはお歌が歌われるのが慣例となった。このようにお歌は、 事実上の県民化に等しい扱いを受けていたが、同じく昭和天皇の御成化に曲をつけた山形県の最上川とは異なり、富山県庁がお歌を正式な県民化とした記録は残されていない。太平洋戦争終結後の1947年に天皇が富山県を行行した際は、法芸式場で君がよと合わせてお歌の合唱が行われた。また、 1958年には第13回富山国体開催を記念して富山県民の歌が制定されたが国体の開会式では新たに制定された県民歌と共にお歌が演奏されたエベレストを初登頂したことで知られるニュージーランドの登山家エドモンド・ヒラリーが1970年に来日した際立山を案内した日本山岳会と山支部の一行が お歌を清唱するとヒラリーは、直立不動の姿勢で歌に聞き入り、日本の天皇に敬意を表するとの感想を口にした。現在は三の越のほかに、小山神社境内、呉れ山、うなずき公園と四季の歌詞が混流されている。ありがとうございます。